つまんな、つまんないからさ、なんか面白いことやってみせてよ。闇の力を解放するダークソウルクロス。何それ、ホジャのモノマネ。ルネちょっと面白いかも。篠原は何か部活はやっているのか。私は何も。北条さんは何か入ってる。シンクロ魔術開発。なんか難しそうだけど、一体どんな活動してるの。ただの技術部ですよ。なるほどね。今回のターゲットはこのモミジ。知らないうちに好きになってたり、知らないうちに遠ざけていたり、じゃああいつと友達やめてきてね。そんな、嫌なら私の言う通りにできるよね。わかった。